さん、こんにちは。ティンダーマークは金太です。大江戸虫どんどん行きます。化け画の化け物、かの化け物、この物語、実はあったそうです。松、梅、竹物、鳥物語というのが実はあったそうでございます。この、ね、みたいな虫、はい。かの座談会、これ雰囲気はちょっとわからないです。ぜひコメントでお願いします。虫の三すくみってどんな関係なのか。これも三すくみもこれね、じゃんけんでグーチョキパーのような三すくみがあるそうでございます。飲み噛まれたら痛いんですよ、刺されるに対して。噛まれる、刺す、噛まれる、刺される、噛まれる。ぜひ、ちはやわかればコメントでお願いします。害虫、これ、言い訳って実はあったんですよ、言い分っていろいろな。はい。あとはまあ、中心側の蜂の騒動、何の兆しなのか。これ、中心側昔あったね、蜂の巣の場所でございますね。これ、三代目沢村総十郎が書かれてます。小さな日本蜜蜂がいるそうです。はい。というわけで、まだあるんだけども、虫の灯台は、源氏母体の源氏。これ、源氏、蛍合戦、いろいろな戦いがあります。源氏物語ではないです。平家物語の八合戦の宇治橋で語られたそうです。あ、実は源氏物語だったそうなんです、実は。サプライズです。蛍の幼虫も実は光るなんです。飛ぶ日の蛍って言うんです、ね。虫の黒焼きのくすぎって聞いたことないですね。ここは飛ばしましょう。はい。啓八をイメージしたお祭りが実はあるんです。虫出しの雷っていうのがあったんです。3月6日です。はい。トンボの目の四角、これは四角わからないですね。はい。岐阜町ってこれわからないので、岐阜町、これ岐阜の町って読むんです。はい。アニハとは全然違います。岐阜県ではないです。以上です。バイバイ。